70年前のクラス、今は健在です。それではうまい。今日は洋津のラーメン食べます。ニンニク、山くらげ、オクラ食べていきます。それではいただきます。ニンニクだな。わお、横綱ラーメンね、うまいんだよな。うまい、めっちゃうまいよ。なんか夏真っ盛りですね。暑いわ毎日。まあこういう麺類は夏場でも美味しく食べますよね。これもね、うまいです。これね、お味噌汁にすると夏場でも食べやすいですよね。今日はね、もう辛いって言うから食べるの優先します。うん、うまい。うん、味玉もうまいよ。今度ね、新社会で病院行くんですけど、血液検査とかエコー検査とか大変ですね。なんかね、今年は梅雨がなかったような感じで、一気に夏が来たって感じですね。
最初はとてもうまいんだ。今日ね、あんまり喋れないですけども、というか、声が出ないですよね。喉の調子が良くないんで、今日はあまり喋れない。あまりね、喋れないっていうのはね、ストレスになりますね。なかなか、こちらの意思が伝わらなくて。ラーメンが欲しいね。こういうこっち系のラーメン、やっぱり夏場にはいいですね。スタミナがつきます。うん、こっちでも全部いきそう。うん、元気になった。うん、覚えちまった。これぞ夏の食事だね。うん、また外飯でも入れたいと思います。また見てくださいね。それでは今日はラーメン食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。